皆さんこんにちは。今日は土地家屋調査試験という試験について皆さんに1時間ほどお話を、ね、させていただきたいと思います。私レックで、この土地家屋調査試験の講師をしております、木村真由美と申します。よろしくお願いします。はい、まず土地家屋調査士という、まあ、この資格について、やはり聞き慣れない方も多いと思うんですね。で、こちらのガイダンスご覧いただいている方っていうのは、まあ、多少ね興味を持って見ていただいていると思うので、まあ、なんとなく知ってるよっていう方が多いんじゃないかと思います。ただ一般的に考えるとやはり土地家屋調査士と聞いて ああいう仕事してるんだよねっていうふうにね、まあ、思いつく方っていうのはなかなか少ないと思います。まあ、実際に私の周りを見ても土地家屋調査士って何聞いたことないっていう方の方がね、まあ、実はほとんどだったりします。ただこの資格、ね、この仕事をちょっと調べてみると、まあ、かなり面白そうな仕事だなというふうにやはり分かってもらえるんじゃないかなということで、まずはこの1時間を使って調査士っていうのがどんな仕事をしているのか、でこの土地家屋調査士になるためには、まあ、どうすればいいのか、でまあ、これはあの試験を受けなきゃいけないということになるんですけれども、どんな試験なのか、受かるためにはどんな勉強方法がいいのか、そしてレックはこの資格試験のためにどんな講座を提供しているのか、このあたりを皆さんにねお話ししていきたいと思いますので、1時間ほどお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ではまずですね、土地家屋調査士っていうのは、まあ、何する人なのっていうところからちょっと入っていきたいと思います。でこちらのパンフレットを使って、皆さんに説明はしていきたいと思うんですが、もちろん今手元に、ね、ない方がほとんどだと思うので、もし興味を持っていただけたなら、ここですね、コールセンター、こちらの方の電話番号に電話していただいてパンフレットを請求していただいても結構ですし、あとはもちろんレックのホームページからパンフレットの請求というのもね、これできますので、ぜひこちらの方でね確認していただければと思います。はい、では画面の方を見ていただいて、はい、まず1ページね開きますと、この土地家屋調査士の魅力とはというふうに出てきます。はい、こちら見ていただくと、表示に関する登記は調査士の独占業務。はい、この独占業務という言葉、まずやはり魅力的だと思いませんか。要は土地家屋調査士じゃないとできない仕事っていうことになります。それがここに書いてある表示に関する登記。登記って皆さんね、まあ、聞いたことはあるなという方がまあ多いんじゃないかなと思いますが、要は不動産のまあ登録制度のようなものです。ね、土地や建物、こんな土地ですよ、こんな建物ですよ、誰が持ってますよ、他人の権利がついてますよ、まあ、そんなことがまあ公示されるもの、これがまあ登記記録なんていうふうに言います。でこの不動産登記のまあプロだと思ってください。はい、で見ていただくと、表示に関する登記とあるので、登記っていうのはこれ2種類あるんですね。でこの他に権利に関する登記というのがあるんですが、権利に関する登記っていうのはこれ司法書士さんたちのお仕事で、この表示に関する登記がこれ調査士、土地家屋調査士の独占業務になる部分なんです。表示に関する登記を唯一依頼者に代わり申請することを認められているのが土地家屋調査士だから、調査士じゃないものがこれをやっちゃいけないんです、ね、要は土地や建物の所有者に代わって、要はその所有者の代理人となるんですけれども、代理人となって表示に関する登記の申請を行う、これを業とする、ね、要は継続して報酬を得ているということ、ね、これをするにはもう土地家屋調査士じゃなきゃいけませんよ、他の人やっちゃいけませんよっていう独占業務になります。したがって、まあ、土地家屋調査士の資格を取って独立開業して、まあ、これで食べていくということが、まあ、これ可能になるわけですね。はい、そして、まあ、これ不動産がある限り永続的に仕事が発生、当然世の中から土地や建物がなくなることってこれないですからね。したがって不動産がある限り
土地家屋調査士としての仕事がこれなくなることはないです。もちろん土地家屋調査士という資格を知ってる人がまあ少ない以上、例えば事務所構えました、資格も取りました、登録しました、ね、事務所でずっと待っていて仕事が来るっていうことは正直これはありえません、ね、もちろん営業ということも必要になります、ね、そして人脈というのも必要になってくると思ってください、ね、ただ土地や建物がなくならない以上仕事自体がなくなるということはないわけだから、自分の努力次第でこれはどこまででもいける、それぐらい魅力的な、ね、資格だと思います。はい、そしてもう一つ左下この部分ですね、専門性の高い資格、とにかくこの専門性というところは非常に土地家屋調査士、ね、ここに長けているというふうに私感じます、まあ、これはもちろん私だけではないと思いますが、土地の工法上の境界確認や発見を目的とする事案の中には紛争性のあるものが多数存在、ね、でこの筆界特定という制度ができたのが割と最近です。まだ10年ちょっとで、まあ筆界、これ土地と土地との境ということになります。で、あ、まあそれ境界っていうよねっていうことで、まあ一般の人はまあこれで、まあ境界でしょ、これでいいと思うんですけれども、土地家屋調査士の場合は、まあ、ただただ土地の境界というふうに言ったら、あ、そうなのね、境なのね、じゃあこれちょっと済まないわけです。要はこの境界というのは、要はこっからここまでが私の所有だよね、こっから向こうはあなたの所有だよねっていうような所有権の境界と呼ばれるものと、あとはもう公法上と今文章で出てきましたけれども、公の線として決まっている、要は所有者がこっちでいいよね、あっちでいいよ ね、そうやって決められる趣旨のものではなく、ここが筆界なんだというふうにもうそもそもこれ決まっている、ね、こういった筆界というものが存在します、ね、でこの筆界についてのプロって言ったらもうこれ土地家屋調査士だけだと思っていただきたい、ね、で所有権の境界とそれから筆界って言ったら、これは明確に考えると別のものなんだよ。ただ一般の人ってこれ知ってる人ってなかなか少ないと思うんです。だからここを分かりやすくお客様に説明できる、ね、まあ、こういった土地家屋調査士にまなっていただきたいなというふうにこれ思うわけです。もちろんこれを聞いていただいている方はまだまだなるなんて決めてないよっていう方もね、これほとんどだと思いますけれども、やっぱり興味を持っていろいろ調べていくと、まあ、私が実際そうだったんですけれども、すごく魅力的な資格だなっていうふうに思ったんです、ね、でじゃあどうやったらなれるかな、ね、調べてじゃあ試験を受けるんだ、でもこの試験がなかなか難しい、ね、でもまあこれにチャレンジして、まあ、合格したのがもうかなり昔です、15年ぐらい前の話になりますけれども、皆さんにもぜひチャレンジしていただきたいと思っています。でこの筆界の話なんですけれども、ちょっとこんな図を書いてみたので見ていただきたい。はい、まあ、不動産に関する仕事なので、もちろん土地それから建物の仕事も出てきますけれども、土地の仕事というのがちょっとやはり特殊になってきます。はい、でこんなふうに、例えばここがまあ対象土地として、この土地の所有者さんからまあこんな登記を申請してください、まあ、いろんな登記があるんですけどね、こんな登記を申請してくださいというような依頼があったとする。そうすると土地の筆界、ね、いわゆる土地と土地との境っていうのは、この簡単な図でもこことこことこことここ、まあ、これがいわゆる筆界点と呼ばれるもので、こことここをつないだのが筆界線なんていう言い方をねするんですけれども、要はこの土地の所有者だけのことでは済まなくなるよねっていうのが、ちょっとこの簡単な図からも分かっていただけるんじゃないかなと思うんです。要は土地と土地との境なので、ここの筆界点だけ考えても、もちろん依頼者もそうだし、あとはここの隣地の所有者、ここの隣地の所有者っていうのもこれ関係してくるわけですよね。そしてこっちを見てみると、ここが道路だというふうに考えると、まあ、道路管理者、
ね、いわゆる役所さんなんかにもこれ立ち会ってもらって、あ、じゃあここで筆解いいですよねっていうことを確認してもらわなきゃいけない。だから土地家屋調査士、ね、黙々と一人で作業して仕事ができるのかって言ったら意外とそうではなくて、コミュニケーション能力っていうのも必要になってきます。要は筆解ってこういうものなんですよ、だからこうやって調査してここが筆解でいいですよねっていうのを依頼者にはもちろん、全く関係ない隣接地の所有者にもきちんと説明して納得してもらわなきゃいけない、ね、ただこの部分を面白いというふうに感じる方も多いと思うんです、ね、もちろんやっていくと面白いだけじゃなくて大変なこともたくさんあります。ただやりがいっていうのはものすごくある仕事だと思っています。まあ、土地家屋調査士、とにかく不動産の表示に関する登記のプロ、そしてこの筆解のプロ、ね、こんな風に考えてください。で、まあ紛争なんていう言葉がパンフレットからも出てきましたけれども、やはりこういった土地と土地との境ということで、やはり揉め事もやはり昔から多く存在するんです。で、裁判になるようなこともこれはあります。で、この筆解特定制度っていうのはどういった制度なのか、さっきも申し上げた通り比較的新しい制度です。で、これは裁判になる前になんとか土地家屋調査士、ね、このようなプロが入って、まあ、先に特定、ね、筆解はここですよというものを特定することができないか、やっぱり裁判になるとこれは当然大変ですよね。裁判なんかやったことないっていう人がほとんどだと思いますけれども、イメージからしてもやっぱり時間がかかってお金がかかる、実際にそうなんです。だからそうなる前にこれは筆解特定制度ということで、これはこの制度をもって裁判になる前にきちんとここが確かめられればいいねというふうに、設けられた制度なんです。で、実際に徐々に徐々にこの制度は利用が高まってきている。だから土地家屋調査士の仕事の幅もどんどん広がってきている、そういった現状があります。はい、ではここで見ていただいた表示に関する登記、ね、要は不動産を登録するような制度ですよというふうに申し上げましたけれども、実際にどんなふうに登録されているのか、はい、これもやはり画面を見ていただければ結構です。はい、こんなものを見たことがある人もね、これいらっしゃるんじゃないかなと思います。これ何かというと、まあ、これレックの、まあ、テキストの抜粋です。まあ、皆さんにはこういったテキストを使っていただいて、まあ、講義の方をなるべく分かりやすく、ね、これやっていくつもりです。で、ここに書いてある通り土地の登記事項証明書というふうにあります。で、括弧の中に登記記録の内容を書面にしたもの、だからまあ実際にこれが登記記録で、この不動産、これ土地なので、この土地のいろんな情報を知りたいよというふうに思ったら、これは誰でも手数料を払ってこの内容を確認することができる。で、これを請求するとこの登記事項証明書といった形で交付してもらえるということになるわけです。で、この登記記録、これにはどんな内容が登録されているのかというと、大きく分けると2つです。まず表題部、そして次が権利部、はい、で、私たちの担当する部分はこの上の段、表題部ということです。ここが表示に関する登記、これを公示する部分で表題部と呼ばれる部分、ここが土地家屋調査士の担当、そして下の権利部というところが司法書士さんたちの担当ということになってきます。で、私たちが担当する表題部っていうのは何が登録されているのか、記録されているのかというと、まずこれ土地なので、この土地どこにあるんですかという所在、はい、そして、まあ、地番というのは、これはその土地を、まあ、特定するその土地の名前だと思ってください。あとは地目、これは利用状況です。土地がどんなふうに使われているのかな。そして地籍、はい、もうこれは土地の大きさです。何平方メートルあるのかな、はい、そして原因日付、
はい、これはどんな原因でこの土地が発生したのかな、ね、いわゆる不動産の物理的現況、これを公示するのが表題部、ね、登記記録の中の表題部ということになります。一方権利部というのは、まあ、その名の通り権利に関する事項が記録される。そして公区、乙区と細かく、ね、分かれているんですけれども、所有権というふうに公区ありますよね。所有権に関する登記が、そして乙区は所有権以外の権利に関する登記、ここにあるように抵当権なんていうのは耳にしたことがある方も多いと思います、ね、こういった、まあ、他人の担保という他人の、ね、担保になっていないかっていうようなこともこのように公示される。でこっちは司法書士さんたちの仕事なので、私たちがこの部分の登記の申請を業としてできるかって言ったらもちろんできません。ただ逆に司法書士さんも、じゃあ表題部に関する登記を業とすることができるかって言ったらこれできないということになります。だからこの表題部に記録される表示に関する登記、ここを業とすることができるのは土地家屋調査士オンリー、ね、調査士の独占業務ということになります。はい、よろしいでしょうかね。これだけ見ていただいてもちょっとワクワクしてきませんか。で、まあ、実際にこの土地の面積を測ったりしなきゃいけないので、これ測量ということが出てきます。はい、いいでしょうか。だからこのように我々がある土地の大きさだったり利用状況、ね、あとはここにあるような権利関係を知りたいと思ったら、この登記事項証明書というのを請求して、これは誰でも、ね、これはどんな土地でもどんな建物でも登記されているものだったら、こうやって確認することができるんです、ね、じゃあまずこのデータを登録する人って誰なのか、ね、これはもちろん土地の所有者です。だから土地の所有者がまずはこんな土地があります、これを登記してください、これが登記の申請です。で一番最初になされるのが表題登記ということで、これは登記記録を作ってください、ね、今見ていただいたこれを作ってください、そしてこの情報を登録してください、ね、とするのが表題登記と呼ばれる登記です。でさっきも言ったようにやらなきゃいけないのは所有者なんです、ね、で土地の所有者やらなきゃいけないって言ったのはこれ申請義務が課されるんです、ね、でも所有者さんみんなそういった知識があるかって言ったらほとんどそうじゃないですよね。例えばこれ聞いていただいている方、ね、土地持ってる方もいらっしゃるかもしれない、ね、でもそういった登記の申請についてね、みんながみんなそんな知識を持ってるかって言ったらもちろんそんなことはなくて非常に少ないです、ね、で知識だけあっても測量という、ね、これは実際に現地見に行って測って、ね、できるかって言ったらこれできないです。だからその部分を所有者の方に代わって代理人として代理で行う、そして報酬を得るというのが、まあ、土地家屋調査士の仕事ということになってきます。はい、じゃあ実際にね登記の申請という部分でどんな流れで行っていくのか、ちょっとパンフレットの方に戻って見ていきたいと思います。はい、ちょっと写真付きでね、こんなページがあります。はい、まずは現地調査。はい、まあ、こういった作業着を着てね、これは建物のまあ周りを測っています。土地でいうまあ周り圏なんていう言い方もしますけれども、こういった形で登記記録の情報と現地とのズレや共通点の確認をします。要は登記されている建物だとしてもその内容が現況と合ってるかどうか、ね、これをきちんと確認しますよ。こんな作業をします。で土地だったらこういった機械を使ってこれは測量をします、ね、まあ普通にこう外歩いていてもまあこういった人これ見かけますよね。
子どもの頃、ね、こういった人たちに、まあ、ちょっとピースサインなんかしちゃったなんていう経験、ね、持ってる方も多いんじゃないでしょうかね。私も実際そうでした、ね、なんか撮影してるのかとしかねこれちょっと思いませんでしたけれども、まあ、実際にこれ測ってるんだっていうことになります。でこれトータルステーションという機械で実際に測量士さんが使う機械もこれ同じなので外で測量している人を見たら、まあ、測量士さんかあとはまあ調査士さんかっていうことになります。で実際まあこのあたりの違いっていうのはね少し調べてみたら分かると思うんですけれども、まあ、土地家屋調査士の測量っていうのはこれは不動産の登記に関する、ね、測量ということになります。だから測量士さんの測量よりはだいぶこうまあ規模が小さいことが多いです。はい、そしてさっきもちょっとお話ししましたけれども土地と土地との境、ね、まあ、境界確定なんていうようなね作業だったり、あとはここはもうフィールドワークということでこれ外の、まあ、現場での作業ですよね。でもこれだけではなくてデスクワーク、ね、これももちろん必要になってきます。土地家屋調査士の仕事何が魅力かってこのフィールドワークとデスクワーク、これ両方あることなんです、ね、まず私がこの試験受けよう、この土地家屋調査士目指そうと思った最初のきっかけがここです。なかなかないですよね、まあ、実際に私はこう例えば月曜日から金曜日まで毎日毎日同じ時間に出社してっていうのがなかなか性格的に厳しかったのでこの資格にすごくこういったところに魅力を感じました。だから正直まあ表に出たくないっていう人は正直向いてないです、ね、あとは表で作業するだけがいい、デスクワークは一切嫌だっていう方も正直向いてないと思います。非常に魅力的なのはああやって作業着を着て現場で作業もしながらその自分が作業したデータをもとにきちんと登記の申請書そして図面これらを作成して登記の申請をする、でそれをきちんと形にしてお客様にお渡しする、まあ、そういった一連の作業が本当にまあ調査士ならではのまあ魅力的な仕事だなというふうに思いました。このデスクワークとフィールドワークのバランス、ね、なかなか他の仕事には、ね、ない部分じゃないかなと思ってます。はい、そして、まあ、こんな風にね、登記の申請なんていう風に写真出てますけれども、まあ、今はだんだんオンライン申請なんていうのも主流になってきて、これ今どこに行ってるかというと、これおそらくね、法務局、ね、登記所という風に言われますけれども、要は国の機関に登記を申請するわけです。で、先ほど見ていただいたこの登記記録っていうのはどこに登録されているのかって言ったらこの国の機関である登記所というところに登録されているんですね。はい、だから登記の申請もそこに対して行うということになりますけれども、まあ、実際にこんなふうに出向かなくても今はもうオンライン申請、ね、要はインターネットで電子申請ということがだんだん主流になってきています。はい、ざっと見ていただきましたけれども、ここでちょっと魅力的だなというふうに感じてほしい、ね、個人的には、ね、でもし感じていただいたらじゃあこの土地家屋調査士になるためにはどうしたらいいのか、ね、さっきもちょっと言いましたけれども資格試験、ね、土地家屋調査士試験という国家試験を受ける、ね、でこれは誰でも受けることができます、ね、学歴等々関係ない誰でも受けることができる。でこの年に一度の国家試験に合格すると、まあ、土地家屋調査士試験の合格者ということになるので、これで登録することによって土地家屋調査士としてこれは業務ができるということになります。じゃあこの試験どんな試験なのか気になりますよね。で、まあ、誰でも受けることができるんだというふうに申し上げましたけれども、誰でも受けることができるイコール誰でも受かるではないです。正直なかなか高い壁です、ね、だからこれを独学でやろうと思うと不可能ではないかと思いますけれども、これは数年かかると思ってください。で数年かかっても受かる保証は正直ないです、ね、でそれだけ難しい試験なので、まあ、このような資格の予備校を利用する人がほとんどです。
ね、で、まあ、土地家屋調査士試験の講座をやってるところっていうのは正直そんなに多くはないです。だからまあいくつか皆さんもね、いろいろ調べていただいて自分に合うところを見つけてほしいんです、ね、でそのまあいろいろ調べるものの一つとしてこういったあのウェブガイダンスなんかもね、ぜひ利用していただきたいんですけれども、じゃあレックではどんな講座をまあ準備してるのかなんていうのもね、この後お話ししたいと思いますが、じゃあまずはその土地家屋調査士試験というのがまあどんな試験なのか、ね、ちょっと高い壁ですよというふうに最初にね言ってしまいましたけれども、まあ、ちょっとこれを見ていきたいと思います。パンフレットの7ページになります。もしねお手元にある方は一緒にねあの見ていただければと思いますが、土地家屋調査士試験の概要とあります。はい、で10月、毎年10月の試験なんです。はい、そして午前の部、午後の部というふうに分かれています。ちょっとアップにしますね。はい、まあ、普通に受けるとなるとこの午前の部、午後の部ということで1日がかりの試験になりますが、午前の部はこれ受けません。はい、この午後の部、ここだけを目的にやっていきます。でこれなぜかというと、これ8ページなんですけれども、午前の部の試験みんな受験しないって本当なんです。でちょっとグラフがありますが、午前の部の受験者っていうのはこれ実際ほとんどいない。でここ午前の部と午後の部両方受けて受かる人というのがほとんどいないんです、ね、じゃあどうするのか、受けなくて済む方法を考えましょうということで、測量司法という試験があります、ね、でこの測量司法という試験に合格しているとこの午前の部が免除になります。だからここを狙っていただきます。でこの測量司法持ってないよ、でも午前の部を免除してもらえる人がいるんです、ね、それどんな人かというと測量士、で測量士の他に測量司法っていう試験があるんです。で測量士の試験っていうのはこれなかなか難しい。でも今見てもらった測量司法っていうのは比較的取りやすいんです。で測量士もしくは建築士、1級建築士でも2級建築士でもいいんです。これらの資格を持っている、要は試験に合格している人っていうのはこれはもうその段階で午前の試験が免除になります。だからもともと測量士補か測量士か1級建築士か2級建築士持ってるよっていう人はぜひチャレンジしていただきたい、ね、でもし持ってない人は同時進行で測量士補の試験をねこれ受けていただきます。でそういった方用の講座を準備しています。もちろんもともと免除資格持っている人よりはやはり測量司法の勉強っていうのが入ってくるので大変になることは間違いないんですけれども、それでも午前午後両方を受けるよりはもうよっぽどこれは楽だし合格の可能性っていうのも高まります。だから今持ってないっていう人はそこを狙ってください。後で講座の方はご案内します。はい、でこの筆記試験10月の午後の部対策としてレックの土地家屋調査士講座のカリキュラムっていうのはこれ組んであります。はい、でどんな試験なのか、はい、出題形式のところを見ていただくと午後の部の試験どんな試験なのか、はい、択一とそれから書式大きく、まあ、こんな風に分けることができます。で択一というのはこれは五試択一の問題が20問。で1問 2.5 点で50点満点なんですね。ここで50点、そして書式と呼ばれるところでこれ50点。でこの択一の部分っていうのはこの20問5試択一でマークシート形式の問題になるので比較的初学者の方でも勉強はとっつきやすい、ね、要はここだけだったらなんとか独学でもいけるかなっていう気はしています。ただ舐めちゃいけないのが正直
私は数年受験生やってる人をね、もちろんたくさん知ってます、ね、でもそういった方は書式に力を入れすぎて択一がおろそかになって合格点に届かないっていう人もこれたくさんいるんです、ね、で、まあ、私がこう見てきた受験生の中では1年目の人って比較的択一は取れるんです。でそこで一気に書式もきちんと学習を続けて合格する人っていうのもこれ実際たくさんいます、ね、今ここでご案内する、まあ、レックのインプット完成講座、ね、択一と書式をきちんとバランスよく勉強して一発で合格したっていう人これたくさんいます、ね、でこのパンフレット請求していただければそういった方の体験記なんかも載せてありますのでぜひ見ていただきたいと思います。要はこの択一と書式バランスよく勉強するっていうのがすごく重要なんです。でこのレックのインプット完成講座のいいところっていうのはこの択一と書式を同時進行で学習していくことによって書式対策の中に択一の知識というのがこう必要になってくる。逆に択一対策で書式の知識が必要になってくる。いわゆる相互学習をすることによってバランスよく合格点を狙っていこうというようなこれカリキュラムに、ね、なっています。もうだから本当にここだと決めていただいたら安心してついてきていただければいいと思ってます。で、まず初年度の人がやはり最初に不安に思うこと、これ書式の対策だと思うんです。で、書式って何なのかって言ったら、これ土地に関する問題と建物に関する問題、これ1問ずつ出ます。で、ここが50点満点なんです、ね、だから合わせて択一と書式合わせて100点満点の試験ということになるんですけれども、この土地に関する問題、建物に関する問題、どんな問題なのかって言ったら、これは登記の申請、表示に関する登記の申請を所有者に代わって代理で行うのが土地家屋調査士の仕事ですよと冒頭で申し上げました。で、まあ、実際に登記の申請を行う、この実技試験だと思ってください。だから問題としては、まあ、大体こう7ページぐらいの問題文がずらずらずらーと続いてきます、ね、土地と建物で7ページじゃないですよ、ね、土地で7ページ、建物で7ページ、ね、で、まあ、これは7ページって決まってるわけではなくて、短い年だと5ページぐらいの年もあります。最近ではなかなかないですけどね。あとは長い年だと10ページ、もう読んでも読んでもなかなか終わらないなんていうようなね、もう最後まで行った時には最初に書いてあったことを忘れちゃうなんていうような、要は最近はもう長文化しています。で、その長文の問題、ね、きちんと読解してお客様が何を求めているのか、要はどんな登記の申請が必要なのかなっていうのをまず読み取ります、ね、そして読み取った内容で、あ、これはこんな登記の申請が必要だ、最初に登記記録作ってくださいっていうのは表題登記っていうんですよってことをね、これちょっと言いましたけれども、表題登記だけじゃないんです。いろんな登記の申請があるんです。土地だけでこのぐらい、建物はもっとありますよ。で、この登記の申請を一つ一つもちろん勉強していくことになりますけれども、その問題を読んで、あ、こんな登記の申請が必要だ、で、この登記の申請をする場合にはこんな添付書類が必要なんだ、ね、こういったまず申請書を作る、そしてさらに図面というものを作成しなきゃいけない、ね、で、実務に就いたら、まあ、図面はやはりこれ CAD パソコン使って作っていくことになるんですけれども、やはり試験ですから、ね、試験なので、まあ、一人一台パソコン与えられてなんていう時代にはまだなっていなくて、図面を作成するには三角定規を使って図面を書いていくことになります、ね、だからこういったところの学習っていうのはやはり独学ではなかなか厳しいです。で、レックではこういった画面を使って実際に私がここで定規を動かしながらこうやって書くといいですよ。で、土地の問題では計算なんかも必要になってくるので、実際に電卓をここで叩いてこうやってください、こうやってくださいっていうことをやっていきますから、もう通信の方でも安心して受けていただくことができます。はい。で、この書式問題っていうのは土地に関する問題、土地の申請書と図面を作る、
建物に関する問題、建物の申請書と図面を作るというのが書式問題になっています。だからこことここをバランスよく勉強して合格点に達する。これを目標にします。じゃあちょっとこのまま出題傾向というところをね、見ていきたいと思います。はい、まあ、ここちょっと重要なので読んでいきますね。はい、不動産登記法を中心に出題、ね、要は不動産登記のプロなわけだから不動産登記法が中心です。でちょっと戻りますけれども、上の択一というところを見ていただくと20問出ますよと言いましたけれども、ここに不動産登記法というのがあって16問、20問中16問は不動産登記法なんです。そしてその他に民法が3問で、土地家屋調査士法というのが1問あります。だから20問中じゃあ何問取ればいいのかなっていうところなんですけれども、私としては17問、まずここを目標に、ね、やっていきたいなと思っています。ただまあ直近の試験では合格者の声を聞くと、合格した人はまあ19問取ってる、18、19取ってる人がかなり多かったです。だからレックの講座きちんと回していただければ、まあ、そのぐらい取れる力はつくのかなと思っています。ただいきなり19問目指しましょうっていうのはかなりしんどい話で、やはり17問は取りたいというのが希望です。で実際に、まあ、択一も書式もそうなんですけれども、年によって問題の、まあ、難易度っていうのがかなり変わるので、簡単な年に当たったらやっぱり18、19取らないと厳しいなっていう年もこれあります。実際に内容が難しかった場合っていうのは、これはそれなりの問数で大丈夫、ね、もちろん15問16問でも合格できるということになってきます、ね、だからこうどんな問題が出たとしても、とにかく自分がしっかり勉強したことを出せれば合格はね、これ十分見えてくるという試験です。はい、で下見ていきますけれども、合否は僅差で決まる傾向が続いており、20問出題される択一問題で一定以上の正解を得なければ書式問題の採点すらされません。これがまず一つの関門です。でこの一定の得点を基準点と呼んでおり、いわゆる足切り点なんていうふうに言います。で令和元年度13問、はい、まあ、皆さんがもし受けていただくとなったら令和3年の試験になるかと思います。で今私がこれを収録している段階では、まあ、令和2年の試験もまだね、行われていないので、直近となると、まあ、令和元年のデータということになります。で、まあ、大体基準点というところは13問、ね、まあ、このあたりを行ったり来たり、この前後です、ね、でこの13問取ればとりあえず書式の採点に進んでもらえるというのが、まあ、このいわゆる足切り点、基準点ということになります。だから12問だった人、択一12問しか取れなかった人っていうのは、たとえ書式どれだけ完璧な申請書と図面を仕上げて、例えばまあ採点してもらえたら50点満点だよ、ね、満点だよっていう人だって見てももらえないんです。だからまずは択一の基準点、ここ突破しなければちょっと話にならない。でも基準点狙っていくのは基準点じゃないんです。さっきも言った通り17狙ってほしい。で、まあ、この不動産登記法で15問、そして民法で2問取れば、まあ、これも17取れるわけですよね。で、まあ、例えば民法3問取れたよ、もうそうすると18になるし、あとはこの土地家屋調査士法、ここに関してはやはり難しい年と優しい年かなり分かれます、ね、で難しい年だったらもうこれを落としちゃっていいと思ってます、ね、ただ簡単な年だったら取っていこうということで、まあ、もちろん19取るなんていうこともこれ全然可能な話なんですね、その年の問題によって。はい、で下続けてね見ていきます。で書式問題では位置を求めるための計算、この位置って何なのかって言ったら非回転の位置、
先ほどちょっとこんなね、こんな手書きの図で説明しましたけれども、この対象土地はこの4つの非回転で囲まれる土地、じゃあこの土地ってどうやって面積測っていくのかって言ったら、この非回転の座標を求めていくんです、ね、いわゆる x がいくつで y がいくつでっていうような座標です、ね、でこの座標を求めるというのがまず計算問題として数学の知識として必要になってきます。だからこの位置を求めるための計算で、この座標値を求めてしまえば、あとは図面を作成する、もうこれ練習すれば誰でもできるようになります。だからまず数学の知識が必要なんだよなっていうことを考えて躊躇されている人も結構いるんですよね。例えば現役の司法書士の先生なんかも、調査士とまあこれ両方とも業務としてやりたいな、だから調査士も取りたいな、でも数学やらなきゃいけないからちょっとねっていう人が意外といるんです。実際にそういう声を私も聞いてます。でも調査士で必要な数学っていうのはこれは本当に限られます。まあ、レベルとしては高校1年生ぐらいまでのレベルで、実際高校1年生の数学って正直かなり高いです、ハイレベルです。でも本当に調査士で学ばなきゃいけないところっていうのはもう本当ごくごく限られるので、もうあとはコツです、ね、もうこれは過去問しっかり研究して、でその過去問をもとに書式問題っていうのももうレックのプロの人たちがきちんと作っていい問題があります。それで練習すればこの数学の知識っていうのも確実に身につきます、ね、あとは関数電卓というね、素晴らしいもうまあ、そういうものがねあります。そういった電卓がありますので、もう電卓の操作方法なんかもここできっちりと皆さんにお伝えします、ね、だからもうこういったものをしっかりと使って調査士試験に受かるための勉強、ここから離れなければもう一発合格全然可能です。はい、なのでまずはこの基準点をクリアするっていうのがすごく重要になってくるんだって思ってください。でこの基準点っていうのは択一だけでなくて書式の方にも存在するんです、ね、だから択一の基準点クリア、書式の基準点クリア、ね、じゃあこれ両方クリアしたら必ず合格できるのかっていうと、そうではなくて、さらにじゃあ総合の合格点っていうのも超えなきゃいけないというね、かなり3段階の壁があると思っていただきたい。ここがやっぱりなかなか難しいんです。これちょっとこの後のデータでね、またさらにお話ししていきたいと思います。はい、であともう少しなんですけれども、この書式問題っていうのは5ページから7ページにわたる問題文から事例を読み取り、必要な登記は何か、ね、要は何の登記を申請したらいいのか、ね、これを判断する力が試されます。でなぜそうなるのかについての理解と手続きの把握が必要であり、ここですね、丸暗記しただけの知識では合格点に達する回答ができない、ね、だから丸暗記してください、覚えてください、ね、ここ暗記ですよ、ここ覚えてくださいっていうような、例えば講義内容がテキストをただただこうずらずらずらっと読んでいく講義のようなものではないというのをもうあらかじめここで言っておきます。ただただテキスト読んでいるだけだったら講義いらないですよね、ただ家で本読みますよね。だからそういった講義ではなくて、なるべく分かりやすく噛み砕いて説明する、なおかつここは絶対に出るからここは絶対にやって、ね、こっちは B ランクから C ランク、ね、だから余力があったらやってっていうところはメリハリつけてやっていくので、とにかくどこが重要でどこが重要でないのかっていうのはもう皆さんにすぐに伝わるようにね、そういった講義を心がけています。はい、であとちょっと見ていただきたいデータが、はい、今のページの7ページのね右側なんですけれども、土地家屋調査士の受験者数、はい、まあ、だんだん右肩下がりでちょっとずつ減ってはいるんですね。で、まあ資格試験
どんな試験でもやはりこう伸びてるのって宅建士はなかなか伸びてるんですよね。宅建士は伸びてますけれども、他の資格試験ってやはりこう徐々に減ってきちゃってるのかなという印象です。で、まあ、大体 8% ぐらいの合格率だったんだけれども、まあ、平成30年とそれから令和元年に関しては 9% 超えています。ってことは、これはなかなかチャレンジするにはいい機会なのかなと思ってます、ね。まあ、10% 超えることっていうのは正直ね、これないのかなというふうに個人的には思っていますけれども、まあ、このまま受験者数がどんどん下がってきてしまうとね、これは土地家屋調査士の人数というのがやはりどんどん減ってきてしまうので、まあ、そういうこともひょっとしたらあるのかなという気はしますけれども、まあ、ずっと 8% 台だったのが、まあ、ここ2年、9% を超えているというのが現状です、まあ、大体400人ぐらいの合格者を出す、ね、まあ、こんな試験だと思ってください、はい。そして年齢の構成なんですけれども、ここちょっと面白いんです、はい。まずグラフ見ていただいて、何歳ぐらいの人が一番調査士として、ね、活躍しているのかな、ここが一番多いんです。なかなかないですよね。なかなかこういう資格もね、ないんじゃないかなと思います。60歳代が 30% 以上を占めてます。ね、一方、50歳代、40歳代、そして30歳代も少ないですけれども、ここの30代から50代の人で、まあ大体半分。ということになります、ね。だからもう30代40代なんで、これまだまだ若い、ね。で、ちなみに20代なんていうのはすごいですよ、これ。もうレアキャラですよね。0.3%、ね。この細い部分です、ね。で、10代はって言ったら、これは土地家屋調査士試験に合格することはできます。10代でも。でも登録して仕事をするとなると、これは成人になっていないとこれダメなので、10代っていうのはこれ存在しないっていうことになります、ね。もちろん受験生、私が今担当させていただいている受験生も10代の子います。女の子です、ね。でもやはり興味を持って一生懸命勉強してます、ね。で、成人になったらこれはまあ登録するということももちろんできるでしょうし、その子はもう大学生なので、まあこの後の人生の選択肢として、やはりいろいろとね、今のうちから勉強していると思いますけれども、まあそういった若い世代もどん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 参入してほしいと思っています。この年齢構成見ていただくと分かりますよね。もう若手にもっともっと参入してほしい。でも逆に言うと、受講生の中ではもちろん50代の人もいますし、60代かなと思われる人ももちろんいるわけです。で、勉強を始めるの遅いかなっていうようなね、まあ相談も受けたりするんですけれども、これ見ていただくと70代80代でもまだこれ 3.4% の人がお仕事してらっしゃるんです、ね。だから体が動く限り、頭が動く限り、ね、これはやはり定年ないですからね。資格持っていると、まあ、こういった資格の仕事のメリットっていうのは、要はもうこの定年がないので、自分ができる限りいつまでも続けられるっていうのもやはり一つのね、いいところなんじゃないかなと思います。だから自分40超えてるし50超えてるしというふうにね、躊躇する必要はこれ全くないと思ってください。はい。じゃあこの試験一発で受かるためにはどうしたらいいのかというのが、はい、まずは午前の試験っていうのは、これはもう受けないといった形で進めていくのが一番いいでしょう、ね。そしてクエスチョンの2のところ、択一突破の対策ポイントってってありますけれども、要は択一にも書式にも基準点と呼ばれるものがあるので、これ両方クリアしなきゃいけないんだ、ね。で、これどうやって勉強していくのかって言ったら、やはりこれは択一と書式の相互学習ということを先ほども申し上げましたが、
はい、まず初学者の方に提供する講座というのはこのインプット完成講座というものになります。で、この講座の特徴というのは大きく分けると全体構造編、そして徹底解析編、ここに分かれています。で、徹底解析編というのは全54回、で全体構造編というのは全13回ということで、回数見ても分かっていただける通り、まずは全13回で簡単にざっくりと全体像をつかみますっていうのがこれポイントです、講座の。はい、ですから理論は割と薄めのテキスト1冊、これを3回で回しちゃいます。そして書式はというと、もうこの部分はもう皆さんが初めて手をつけるようなものになってくるので10回ぶっ通してやっていきます。で、本当に簡単な問題から始めて、実際に16問だったかな、問題としてこれ解いていくことになります。ここでまずしっかりと土台を作るというのが大きなポイントで、その土台ができたら、あとはその土台に肉付けしていくというのが徹底解析編。ここでもやはり理論と書式ということになってきますが、この徹底解析編に入ったら理論と書式を相互学習、理論聞いて書式やって、理論聞いて書式やって、ね、通学生、ね、通学して、できる方だったらもうそれが1日のカリキュラムとして、ね、書式と理論を1回ずつというのを、1日の講義としてカリキュラムは組んであります。通信の人だったら、まあ、そのカリキュラムに習ってやっていただければいいです、ね、ただこれを1つずつこなしていくことで、卓越で勉強した知識を書式で申請書の中に反映させられる、ね、逆に書式でここやったところね、理論のテキストを見て、あ、初めて点と点がつながった、意味が分かったっていうことがね、これ多々出てくると思うので、非常に学習を進めやすいカリキュラムに、ね、なっています。これをやることで自然と合格点が身についてくる、ね、そういった風に考えていただければいいです。はい、で徹底解析に入るとテキストはもう理論の教材が5冊、そして書式の教材、まあ、これは問題と、それから答案用紙ですね、実際に答案用紙の中に申請書部分、それから図面の部分というのがあって、もうこれは皆さんにやっていただく、演習していただくというような、ね、内容になってます。はい、でちょっとまた戻りますが、はい、まあ、9ページの一番右側になっています。近年の試験傾向はということで、はい、ちょっとこんなデータを、はい、ここちょっと見ていただいて、もうちょっとアップにしましょうかね。はい、まあ、これ令和元年の試験のデータです。午後の部の試験のデータです。で、実際に受験者数っていうのは4198人いたんです、ね、でこの中でまず卓越の基準点クリアした人がどのぐらいいたのか、ここは例年だいたい同じです。だいたいまずここで半分に絞られます、ね、4000人が2000人ぐらいに絞られる。そしてじゃあ卓越基準点クリアしたっていうことは、じゃあ書式の採点に入りますよね。書式の基準点もクリアした、ね、その人たちどのぐらいいるのかって言ったら全体の 17.5%、 ここでかなり絞られます、ね、ただここからここっていうのは、まあ年によってねちょっと違うんですけれども、この令和元年っていうのは 17.5%、 全体の 17.5% の人が卓越も書式も基準点クリアした。でもこれだけじゃ足りないんです。この中からやっぱり合格できる人405名だから、まあ3分のじゃないですね、まあ半分ちょっとしか合格できない、ね、そういった形になってきます、ね、この405名というのが要はこの 9.7% ぐらいだった、
だからなかなか3段階の壁っていうのは、択一の基準点クリア、書式の基準点クリア、そしてさらに総合の合格点のクリア、この3つの壁を越えなきゃいけないっていうところがしんどい試験なんですね。はい、ただし見ていただいた通り、インプット完成講座のカリキュラムをきちんとこなしていただければ、これは身についてくると思います。はい、で実際によいしょ、コースのご案内なんですけれども、土地家屋調査士試験の午後の部だけを目標にやってきますよっていう人はこちらです。土地家屋調査士合格コース、先ほどちょっとねテキストのページを見ていただきましたけれども、インプット完成講座の全体構造編、それから徹底解析編、ここをしっかりと終わらせて、最後、まあ、模擬試験ですね、ファイナル討論を受けて10月の本試験に臨むといった形で、もし免除資格持ってませんよという方は10ページにこんな風にダブル合格コースというのがあります。で、これはさっきのと何が違うのって言ったらここですよね。測量司法の合格パックということで、測量司法対策も途中から入ってきます。で、5月にこの試験を受けていただいてというような形になってきますので、ここがあるかないかの違いで、もう一つご用意しているのが、例えばすでに司法書士の資格持ってますよとか、ね、あの行政書士の資格の勉強をかなりしていて民法には自信がありますよなんていう方、ね、そうすると民法の部分を抜いたコースなんていうのもこれ設けてあるので、まあ、こういったものもね検討していただければいいのかなと思います。はい、よろしいでしょうか。ね、まあ、大体まあ1時間ぐらいちょっと私もうひたすらねマシンガントークをまあ繰り広げてしまいましたけれども、まあ、皆さんぜひね興味を持っていただいた方はコールセンターにパンフレットの請求などしていただいて、ぜひもうちょっとこの資格について調べていただければいいなと思っています。あとは受講相談なんていうこともね、これはしておりますので、ぜひお問い合わせください。そしてまあいろんな各予備校を見ていただいて、で自分に合いそうだというところを決めていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ1時間という時間でしたけれども、ぜひ皆さんには、チャレンジしていただきたいなというふうに思っています。はい、では最後まで視聴していただいてありがとうございました。失礼いたします。